それでは、京子さんからまずお話しいただけたらと思います。よろしくお願いします。天童さん、ありがとうございます。 SSLC の陽子と申します。私なんですけれども、カナダの語学学校でシニアマーケティングマネージャーを務めております。で、今日はちょっとココアさんの方に進学セミナーという風な形でお話をいただいたので、皆さんにちょっと進学についてどうやってカナダで移民を目指せる、進学を目指せるかっていうお話をちょっとさせていただきたいなと思います。で、ちょっと最初に自己紹介をさせていただきたいなと思うんですけれども、ちょっとじゃあカナダの語学学校のスタッフっていう風な形であって、どんな形の経歴があるのかなっていうことで、少しだけ皆さんに、なぜ私が進学のお話をさせていただくかというと、私自身も進学をカナダでしてきました。で、2005年にカナダに渡航して、で、その後に UBC っていう大学があるんですけど、カナダの州立大学ですね、ビクトリア州の州立大学の UBC で学位を取得して、その後にビクトリア大学っていうバンクーバーアイランドっていう島があるんですけれども、そちらのユビックっていう大学でマスターのカウンセリングを行い、それでマスターの修士号を取得して、でその後に現在語学学校で勤務しているという風な形になります。で、私の方も結構いろいろなその遍歴といいますか、その進学っていうのをやってきたの で、それ今はその永住権を取得しているという形で、皆さんにちょっと私の経験も含めてお話をさせていただきたいなと思っております。で、まずそれではちょっと皆さんが気になっているかなと思うカナダへの移民っていう風な話なんですけども、カナダに移民するためにはいろいろな方法があるんですね。もちろんよく聞く結婚移民であったりですとか、その他投資移民とかっていろいろあるんですけども、今回はちょっとこちらの3つ、3つ、その特にこのカナディアンエクスペリエンスクラスっていうのに焦点を置いてお話をさせていただきたいなと思います。で、こちら3つ個人移民で移民するにはどうしたらいいかっていうことで、一つはスキルドワーカーっていう風な形で、皆さんよく聞いたことがあるカテゴリーかもしれないんですけれども、専門職を持っている、例えばドクターであったりですとか、そういう人たちが目指すカテゴリーですね。で、もう一つはトレードプログラムといって、技術職、例えば電気工技士であったりです、例えばシェフ、そういう風な形のスキルを持っている方が目指される。で、もう一個はカナディアンエクスペリエンスクラスといって、これなんですけど、どんなクラスかと言いますと、1年カナダで就労経験があったら、申請できるよという風な形のカテゴリーになっています。で、これをもうちょっと詳しくお話しさせていただきたいんですけど、これがこの3つどういう風な形で違ってきますよという風な形の表になってるんですね。で、今日ちょっとお話しさせていただきたいのが、こちらのカナディアンエクスペリエンスクラスという風な形になります。で、ちょっと見ていただきたいんです、先ほど言ったように1年カナダで就労すれば申請許可が得られますよという風な形になっているんですね。1年っていうと、皆さん1年カナダで働くってなるとどんな方法を思い込みます？結構1年っていうと、実はワーホリでも OK、 ワーホリでも1年働けるよなと。そしたらワーホリでもこのカナディアエクスペリエンスって申請できちゃうのとかって思うかもしれないんですけども、これちょっと私が見ていただきたいのは、ココアさんの YouTube で西本さんがめちゃめちゃワーホリについて話している動画があるんですね。で、そこでワーホリっていうのはどれだけのゴールデンチケットか、どうやってうまく活かしたらいいのかって話をもうコンコンとしてますので、ぜひぜひそれをちょっと見ていただきたいんですけれども、ワーホリっていうのは本当にゴールデンチケットです。で、カナダに移民するために、まずワーホリでも OK って思うかもしれないんですけども、他に見ていただきたいのが、ここ一つランゲージスキルですね。これ見ていただきたい。これゼロと A の職種であれば CLB7 が必要ですって書いてるんですけど、ゼロっていうのはマネージャー職ですね。で、A っていうのはドクターとかそういう風なハイスキルの仕事になるんですけど、その場合に CLB が7必要ですよ。7必要ってことは、7ってどれぐらいかなと言いますと、 IELTS っていうテスト、皆さん聞いたことありますか？これ移民で使われるテストなんですけども、 IELTS だったら、6必要ですよ。で、6って結構高いんですね。で、英検で言うとだいたい準1級っていう風な形
になります。でこの英語力が必要になってワーホリで1年ってその英語力っていきますちょっとなかなか難しいと思うんですね。でもう一個見ていただきたいのがこのスキルレベル、ジョブレベルですね。これ 0A、B ってあるんですけども、0ってマネージャー職とか、まあ、ドクターで、ワーホリで行った時に多分じゃあ目指せドクターっていうのはもう皆さんは日本で学歴がなかったりとか経験がないとドクターにはなれない、もちろんなれないので、まあ、何がじゃあ目指せるかなってなるとやっぱり0マネージャー職とか、まあ、B であったらまあ、技術士ですね。これも日本でじゃあある一定のスキルを持ってます。でワーホリで1年じゃあカナダに来ました、お仕事探しましょう、すぐマネージャー職できるかって言ったらできないと思うんですね。じゃあ技術職じゃあできるかって言ったら言葉まあ、英語はきちんとできないってできないし、じゃあどうやってそういう仕事ゲットするのかなって言ったらなかなかコネクションもない中でそういう仕事っていうのはほぼ無理だと思います。でワーホリで、まあ、お仕事こちらで来て皆さん大体できるお仕事っていうのはどうしても多くの方は語学学校から始まってだいたい24週間と勉強されて、その後ワーホリで半年間ぐらいじゃあお仕事します、レストランしますとかっていうレストランでサーバーしますとかいろいろそういう風な形のお仕事をやっていく方が多いので、なかなかねワーホリで1年でじゃあ移民を申請しようっていうのはなかなか難しい。でしかもこれって最低条件なんですね。最低条件なのでこれを満たせればじゃあ行けるかってそうでもない。じゃあどうすればいいか、このこのクライテリアを満たすにはどうしたらいいかっていうところで一番、まあ、おすすめできるのが進学留学というふうな形になってます。でじゃあこれからどうして進学留学が移民に一番近道なのかっていうお話をさせていただきたいんですけれども、ここでちょっとカレッジ進学、大学進学考えてます。であともう一個コープってその話もちょっとさせていただきたいなと思うんですけども、まずカレッジと大学進学をすると何ができるかというと、2年以上のカレッジや大学のプログラムを受講するとポストグラデーションワークパーミットというオープンワークパーミットというものが卒業した時に申請することができます。このオープンワークパーミットっていうものなんですが、皆さん聞いたことありますか？でまあ、ちょっとなかなかね聞いたことないかもしれないんですけれども、通常例えば、ワークビザを出してもらうときっていうのは会社にスポンサーをしてもらってビザ、働けるビザを得るわけですね。ただオープンワークパーミットっていうのはどの仕事でも職種でも働いていいですよっていう特別な許可になる。で例えば2年大学に行きました、カレッジに行きました、プログラム終了しましたよってなると最長3年のオープンワークパーミットを取得することができるという形です。で3年間あると、先ほど言ったんですけど1年間あるマネージャー職とかをやるとカナディアエクスペリエンス申請できますよっていう風な話だと思うんですね。なので3年間あるとそれだけチャンスができてくるよという風な形になるかと思います。でこちらちょっと注意させていただきたいのは、先ほど2年間のプログラムやったら、最長3年っていうふうなお話をしたんですけれども、もし万が一プログラム短かったよ、例えば16ヶ月だったよってなると16ヶ月のポスグラが出るっていうふうな形になってしまうので、2年以下のプログラムだともうどんどんその長さっていうのがちょっと、プログラムとの長さと同じ長さだけしか出ませんよというふうな形になるので、選ぶんだったら2年以上のプログラムっていうのが重要になるというふうな形です。でもう一個コープっていうシステム、皆さん聞いたことあります？コープって最近結構ね耳にしに始めたかなっていうふうな言葉なんですけども、まあ言ってしまえばどちらかというと、まあ、有給のインターンシップっていうのをちょっと想像していただければいいなと思います。で何をするかというと、例えばプログラムでビジネスが学びましたよという風な形になったら、ビジネスについてその学んだことを実践できることをやりましょう。なので、まあ、実際にビジネスの現場に行って就職と就労活動をするっていう形ですね。インターンシップで学んだことをそのまま今度は自分で実践して使ってやってみる、就労経験を得るという風な形なのがコープです。でコープなんですけども、学んだことをそのまま実践して使ってみるだけではなく、実は一つもう一つすごくいいポイントがあります。それっていうのがネットワーキングです。で
このネットワーキングなんですけども、カナダで就活するである、就活したいであれば骨っていうのは非常に大事になってあの骨社会ですよっていうのはちょっと嫌な話なんですけども、日本とカナダの就活状況って全然違うんですね。で、日本っていうのはやっぱり新卒の生徒さんを受け入れて育てて、まあ、一生会社にいてくださいっていうシステムだと思うんですけど、カナダってそんなんじゃないんです。そんな、ね、手厚くないんです。カナダっていうのは即席の戦力が欲しい、なので経験がある人が欲しい。新卒で何も経験がなかったらなかなか職種仕事が得ることができなくって、スーパーのレジとかに行く場合もあります。 UBC っていう大きな大学出てレジ行っちゃう場合もあります。スキルがなかったらそうなんです。職歴なかったらそうなんです。なので実践して職歴就労経験を身につけるっていうことが非常に大事になる。でここでコーオプをすることによって就職系就労経験も得られる、しかもコネクションが得られる。コネクションが得られるってことは、もしかしたらコーオプ先でそのまま働いてほしいってなるかもしれない。だって1年間コーオプやって、企業さんはコーオプ生を育てるわけですから、もうそれもお給料払いながらってことは、もうそこに人材がいるわけですよね。ってことはそれからもっと働けるんであったら企業さん働いてほしいですね。まあ、皆さんがねちゃんと戦力になる人材だったらって話がちょっと出てきてしまうんですけれども、それプラスコーポをすることによってそのフィールドの人たちを知ることができます。でその人を知るっていうことはネットワーキングができるということなので、仕事を探すときもこういう仕事探してるんだけどっていうと、やっぱり口コミでいろいろ教えてもらえると。でこちら例えば私たちも人材、例えばな、まあ、ハイアリングしなきゃいけないよってなった時、何を一番最初にするかっていうと、周りにこの仕事を探してる友達とかいないって聞く。まず周りに聞いていい人を探して、そこでいたらその人にインタビューしてもうハイアリングしちゃいます。なのでやっぱりコネクションがあることによっていい仕事を聞きやすいですし、やっぱりそうないとなかなか入っていきづらいっていうことがあるので、ネットワーキング、コーオプすごく大事ですよというふうな形です。ですので進学して英語永住を目指すのであれば、おすすめはコーオプしながら PGWP を取得するというふうな形です、ね。でちょっと今までここでどうやってその、まあ、永住を進学から永住をしていくかっていうお話をちょっといただいた形ですけども、ミュートになってすいません、ミュートになってました。陽子さん、まずはカナダの永住についていろいろ話いただいてありがとうございます。皆さんいかがでしたか？内容ちょっと難しい内容もあったかと思うんですけど、まず最初にココアの YouTube の話が出てきてびっくりしました多分皆さんご覧になったことないと思うんですけどいい映像動画なのでぜひ見てみてください。ワーホリってすごいゴールドチケットなんですよ。だからもったいないんですよ、使ってしまうとすぐに。だからね、ぜひぜひここぞというところで使って、ちょっとご案内します。そうなんですね、自分のスキルがすごく上がった段階で、まあ、ワーホリを使うっていうのが実は、成功パターンだったりするんですよね。まあ、そんなところで、引き続き今度は進学のパターンについてまた陽子さんからお話しいただけたらと思います。はい。で、ちょっと今までね、じゃあカレッジ大学進学ありますよってお話をしてさせていただいたんですけども、カナダっていろんな学校あるんですよ。皆さんもしかしたらもうすでにカナダ の学校とか調べてらっしゃるかもしれないんですけども、どんなパターンがあるかといいますと、一つ留学の、まあ、語学学校が持っているキャリアカレッジで、これはどちらかというと留学生用になるので、クラスメートはみんな留学生です。で、高校もそういう風な形で留学生用のキャリアカレッジってあるんですけれども、こちらはもう本当に留学生の教えることに特化している学校という風な形になるので、
先生もそういうふうな形の留学生に教えることに慣れていて、やっぱりそういう学びの場としてはすごくいいんですけれども、その他にも例えばプライベートカレッジですね、これは私立のカレッジというふうな形になります。で、大体オープンはテクニカルなスキルを身につけるような学校っていう風な形になっているので、もう率先して例えばホスピタリティ学びたいよって言ったらそれについて学ぶであったりですとか、どちらかというと応用、すぐスキル身につけて仕事に直結するような学校っていう風な形で考えてもらえればいいかなと思います。でパブリックカレッジ、こちらはもう少しアカデミック色が強いことも多いです。ただ、もちろんスキルに直結、カレッジっていうのはどちらかというとスキルに直結するようなプログラムであったりですとか、どちらかというとちょっと短めのプログラムっていう風な形で勉強してもらう、していただけるような場所となっています。でもう一つはユニバーシティですね。ユニバーシティっていうのは結局言って学問をするところですので、どちらかというと学術について学ぶというところで、スキルを身につけるっていうところとはちょっと変わってくる。もちろんそのスキルを身につけるようなコープを提供している場合ももちろんあります。ただ大学っていうのはどちらかというと学問を学ぶところ、セオリーであったりだとかそういうところを学ぶっていうことが多くなる。大学によってもちょっと種類がいろいろあるので、ただそういうふうに学問を学ぶところっていうふうな形で考えていただければいいかなと思います。で、本当に一人一人のニーズによってやっぱり進学先っていうのは変わってくるんですね。で、例えばじゃあちょっと短い間で留学したくってコープしたいなっていうふうな形であって、留学生用のコープのできる学校であったりだとかプライベートでもいいかと思うんですけれども、やっぱり皆さんじゃあPGWP が取りたいなとかそういうふうな形で考えるとしたら、やっぱりどうしてもフォーカスしていかなきゃいけないのはどこで PGWP が取れるかっていうことだと思うんですね。で、今までちょっとコープ絶対コープした方がいいよっていう風な形でお話をしたんですけれども、コープができる学校っていうのは本当様々、ほぼどこでもできます。私立のその留学生用のカレッジでももちろんできます。ただじゃあ PGWP どんなところで取れるのかなっていうと限られてきてしまうんですね。で、それっていうのがこのプライベートカレッジっていうのはプライベートカレッジでも取れることは取れる場合はあるんですけども、制限があって、プライベートカレッジの場合にディグリーをオファーしている学校じゃなきゃいけないというふうな形の制限があります。で、その他はパブリックのカレッジであったりユニバーシティであったら PGWP を取得できるというふうな形になっているので、その皆さんの目的によって本当に学校選びっていうのはすごく大事になってくるんです。 PGWP 欲しいのに私立の留学生用のカレッジで行ったらなかなかそこには行かないわけですよね。なんかパスウェイとかで編入しない限りで、例えばじゃあPGWP したいけども予算がないなとか、いろんなどれぐらいの長さでやりたいなとか、いろんな皆さんのその計画であったりですとかご予算であったりですとか、いろんなところを見て学校っていうのを選んでいく必要があるので、そういうふうなところを例えばココアさんに相談してみていただけると、こういうふうな学校がいいよとか、こういうことを勉強してみたいんですっていうふうな形で説明して皆さんがお話ししていただけると、いろいろな進学先っていうのを教えてくれるかなと思います。なので本当にこの進学の目的によって選ぶ学校っていうのはすごく大事になってきますので、誤って本当に違うところの選択をしてしまうと取り返しのつかないような間違いを犯してしまうというふうな形になります。で、ちょっと2つだけ私の方でおすすめっていう留学が、1つは大学進学行きたいって、進学したいってならすごく高いって印象があるかと思うんですけれども、ちょっと驚きの価格のユービックの DBA っていうディプロマオブビジネスアドミニストレーションっていうプログラムなんですけれども、これは28ヶ月のプログラムなので、3年の PGWP が取れて、しかも授業料28ヶ月100万円くらいっていう風な、ちょっと企画の多分他探してどこにもないようなプログラムになっているんですけども、ビジネスを学びたい、でもすでに結構その例えばスキルがあるよとかっていう風な形で、でもなかなかちょっとご予算がないなっていう風な形だったら、ここのパスウェイすごくおすすめですし、そうじゃなくってまだちょっとスキルとか職歴とかが少ないなと、で、もう少しそのカナダで働いてもいたいし、ネットワーキングも作っていきたいなっていう風な形であれば、でしかももうすでに日本
って大学出てるのになんでわざわざ大学また行かなきゃいけないんだろうってなった時は、例えばディプロマコープ留学っていう風な形で2年ディプロの、あの、まあ、PGWP が取れるような学校に行ってディプロマを取得してコープやって、でそこで、まあ、コネクションを持ちながら PGWP をもらって永住を目指すっていう風な方向があります。で 先ほど一番最初言ったクライテリアっていうのはどうしても最低試験なので、永住を目指すのに全ポイント制なんですね。なのでどんどんポイントを上げれば永住に近づいていけると。でポイントを上げるには英語の力を上げることがすごく大事になりますし、でどんな仕事をしてたのかっていうのもすごく大事になります。だからコープで例えばネットワークを作っていい仕事をゲットする、またちゃんと学校に行って英語力を上げることによってそこの積み重ねによって本当に永住に一歩一歩近づいていくことができるという風な形になるので、本当はね、あの飛び級でポンって永住できたら一番いいんですけれども、なかなかそうもいかないっていう風な形になるので、少しずつ積み上げてあの永住を目指していくこと、その一つの一番の、まあ、遠間が遠言葉が言えないんですけど、ごめんなさい、一歩の道も千里からっていうように、あの進学は遠く見えたとしても実はすごく近道ですよという風な形になります。